こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、ちびすけ陸上自衛隊車両の第2弾を紹介したいと思います。はい、第1弾はじゃーん、大型トラックゲットしました。結構リアルでいいですよ。おお、これも、はい、外せる。これでもいいし、で、はい、カバーつけるとこうなります。結構いいです。では、今回は第2弾です。じゃじゃーん。はい、ラインナップはこれですね。はい、前回は第1弾は73式大型トラックです。まあ、旧型です。で、アリチンは6番が欲しいんですね。71式の短距離、地対空、ユーロダウンです。おー、かっこいいじゃないですか。まあ、戦車でもいいんですよね。90か10かですね。はい、さあ、これは持ってます。ということで、はい、あ、これを動かせますね。うん、1から6。まあ、傘も。はい。では、じゃあ、開けたいと思います。はい、では、1、2、3、じゃーん。はい、何が入ってるかな、はい、あ、じゃあ、ガムです。はい、1、2、3。お、うん、お、戦車です。やったー、2番の戦車です。おー、はーい、はい、パーツ、お、まだあれもありますね。あのシール、これデカールかな。はーい、ということでちょっと開けましょう。早速、おお、これは、あ、そうですね。で、じゃあまずこれをつけます。はい、お、できましたね。あとはこれをこちらにつければ、お、完成。お、ははは、いいですね。お、回転できます。これはフォルバック動かせます。お、いいですね。ではちょっとあのシールをつけます。少々お待ちください。じゃじゃーん、できました。デカロ貼りました。おー、かっこいいですね。今回のデカですね、富士。これですね、シバ、シの富士強度ターンの、まあ、戦車強度隊第1。おー、かっこいいですね、ワニ。はい、できました。まあ、これ、うん、戦車の、まあ、教育用の、あ、舞台のセンサーですね。アンテナとかその通信はここもつけました。いいですね。回転ができます。すごいかっこいいです。お、やった。はい、ということで、はい、以上です。アリシンちゃんでした。今回はキビスケの陸上自衛隊、はい、第2弾を紹介しました。今回ゲットしたのは2番の、はい、10式戦車ですよ。かっこいいですね。はい、ということで、はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。